チャンネル。サムライジャパン、準決勝進出ということで、ただいま終わりまして、日本対アメリカ、準々決勝、8月2日、月曜日、7対6で、日本、さよなら勝ちです。いやー、予選リーグの、開幕戦のドミニカ共和国戦並みに、負けたなって何回思ったか。でもその中でね、よく踏ん張って勝ちましたね。その中で気になった里崎チェックポイントってね、いうのをやっていくとともにですね、まあ、ちょっと前にですね、その前に小話です。よくね、SNS 上も含めてコメント欄もそうですけども、僕はですね、あれ、なんや、スポナビかなの動画、ナルセの出たやつかなかなんかで、言ってたと思うんですけど、全員使おうと思っちゃダメっていうね。調子が悪い選手を無理に使うと、取り返しのつかないことになるんで、調子のいい選手をね、中心的に使うっていうね、ところを言いましたけども、まあ、ちょっと詳しく言うとですね、まあちょっと伝わりきれてないなっていうところがあるんで、もうちょっと詳しく言うとですね、負けられない試合の時には無理に使うんじゃなくて、それまで見極めようってことなんですよ。だから、メキシコ戦でも、千賀とね、岩崎使った方が良かったんちゃうかとかね。だから今日もね、使いましたけども。だからこのね、まず今日の試合も、正直ね、これアメリカにこのまま負けてたとしてても、別にまだ金メダルをね、取れるチャンスは十分あるんですよ。今度の準決勝でね、韓国と対戦しますけども、韓国に負けたとしても、別にね、金メダル取れるんですよ。だからこのね、決勝トーナメント、負けちゃいけないのは、決勝戦。決勝戦と、あとこのね、今勝ち上がってて、一個、決勝トーナメントで1回負けた、2回負けちゃダメ。決勝トーナメントで2回負けちゃダメ。ね。だから決勝トーナメント1回負けてるんですよ。あと決勝戦は負けられない。もうこれだけなんで、まあ、今回のね、アメリカ戦の準々決勝、そして、次の韓国戦の準決勝。ここはね、負けでもまだ金メダルあるんで、その中で試して、負けられない試合の時に誰が使えて、誰がいい状況なのかっていうのを見極めるっていうことが大事なんで、そこら辺をですね、もうちょっと理解していただいて、まあ僕の説明不足なのかもわかんないですけども、もうちょっと理解していただいて、言葉のね、一つだけを取るんじゃなくて、前後の話も含めて、もうちょっと理解してくれるとありがたいなと思っております。さあ、ということでお送りしましょう。今日のね、先発、両先発、日本はですね、田中将大、そして、アメリカは、バツっていうところでね、なんか前情報によると、このバツがですね、まあ22歳で今年 3A に上がって防御率1点台。いや、これめちゃくちゃいいピッチャーだから、それは日本打つの難しいよっていうね、ところのプチ情報を仕入れてたんですけど、おお、そうかと。俺は見たことない。で、今回ね、このオリンピック初登板、だったみたいで、いや、見たことないから、よし、じゃあちょっと見とこうかと。どんなピッチャーやと思ったら、全然予想に反して。まあ一つ言えることは、球は速い。間違いなく。球は速いけども、まあ、今日のね、まあ、今日の投球だけが全てじゃないんでね、それだけで評価っていうのはなかなか難しいですけども、まあ、今日の投球だけ見てると、やっぱりちょっと荒削りすぎるね、なんかポテンシャルだけでやってんのかなっていうね、ストライクボールはっきりしすぎてるし、まあ、ストレートはね、確かに速かった。でもね、肩の開きが速くなったりとか、フォームのね、バランスが安定せずっていうところでね、結果、2回、3分の2、57球、5安打、1三振、3四球、2失点っていうところでね、降板になりましたけど、まあ、22歳だねっていうね、ところですね。まあまだまだこれから野球を覚えなきゃいけないなっていうようなね、感じの投球には見れましたけども、まあね、これから2年後、3年後、4年後、メジャーでね、その、ローテーションの中心になって投げていってる可能性はありますけども、まあまだ今ね、マイナーだなっていうようなね、やっぱ投球でしたね。さあ、ということでね、そこでね、3回の裏に日本がね、この2アウトから坂本のね、フェンス直撃のツーベース。で、その後のね、吉田のタイムリーと、このね、ツーアウトから取れたっていうのがね、グッズ。坂本グッズ。ね。で、その後吉田が打って、で、鈴木浅村がね、フォアボール。で、ここでね、柳田の、ショートへのタイムリー内安打。グッズ。これ、ツーアウトからね、2点。非常に多いね、と。これいけるよ、と。球速いだけで、もうストレート待っててもいけるね。席悪いよ。ストライクボール発揮していけるでっていうね。で、ここにいて、いいねーって、ね、その後ね、ディクソンに代わって、ツーアウト満塁をね、まあ、菊池が、ショートゴロで、ここは抑えられたんですけども。で、その後ね、マー君が、またワンアウトから、フォアボール。やっぱりね、今日のね、キーポイント。フォアボール。フォアボールを出すと、やられるよっていうのをね、今日の試合の、もう本当のね、キーポイントです。今日は。で、これね、フォアボール、ワンアウトから出して、その後ね、フレイジャーに、レフでタイムリーツーベース。で、デッドボールを与えて、コロスバリーに、ワンアウト一三塁から、レフトへ、
同点タイムリーっていうね。で、ツーアウト一塁になって、アレンがライトへの勝ち越しっていうね、このね、一気に逆転。わー、いい形で逆転。ちょっとマー君、球高かったね。全体的に甘く、ね、ちょっと高くっていうところを、まあ、仕留め切られたかなと。あとまあね、ちょっと一つ気になったのが、フレイジャー、ね。ワンアウト1位からフレイジャー、レフトへね、タイムリー、ツーベース打つんだけども、サード村上、横浜、狭い横浜スタジアムで、吉田が取って、で、坂本が中継、で、坂本の中継のミスを菊池がバックアップしている中に、もう一枚村上が入っちゃダメ。あそこ、サードね、ガラ空きで、よくね、このフレイジャーも三塁ね、見落とさず、よく走ったなっていうところありますけど、横浜スタジアムで宇宙間に3枚中継は入れない。もうね、丁寧にしようと思ったのかね、普段だったらやらないと思うんだけど、ああいったところもうちょっとコミュニケーションちゃんとやってこないと、これね、その後、ね、きっちりデッドボールで一三塁で、まあヒット打たれてね、タイムリーになってるんでね、そういったところでもね、しっかり、守備位置、中継、連携、しっかりね、もう一回確認してやってもらいたいなっていうところがあります。うわ、逆転かと思ったら、その4回の裏にね、今度、ね、先頭、村上フォアボール、ね、キーポイント。で、梅野がバンドして、で山田哲人センターフライ、ツーアウトになっても坂本がレフトへタイムリーツーベース、ぐわーっと。もうちょっとね、ホームランだったけど、変直、解説するとホームランって言って、宮本慎也さんに、いや、ホームランじゃありませんってね、冷静に突っ込まれて、あ、SNS 上の皆さん、今日も解説したときじゃないですよ。月曜日は、ベイ FM ザ・ベイライン行ってるんです。解説じゃないですよ。まだ間違ってる人いますよ。そんな声似てますかね、っていうところで、ここでね、すぐ追いつけたっていうのはね、非常に良かったですよね。で、その後、4回ね、途中でこの岩崎がね、ピンチで出てきてね、しっかり抑えれたっていうのもね、4回表、ツーアウト2、3塁で1球でね、ああいうのも非常に良かったですね。ね、やっぱフェイブもね、どんどん使っていきなきゃ、岩崎もね、左のね、リリーフ専門1人しかいないんですからね。で、5回の表、ピッチャーね、青柳に代わって、アルバレス、ね、センター前、で、オースティン、センター前とね、で、カサスに、レフトスタンドへ、スリーランホームラン、フレイジャーレフト前とね、4者連続ヒット。まあ、この後ね、コロソバリーもね、ヒットで、ワンアウト1塁になって、この4-6-3ダブルプレイで切ったのは良かったね。これ以上失点しないと。このでもね、このホームラン、カサスのね、ホームラン、あら、これもうちょっとやばいなってね、正直ここで1回ね。思いましたね。でもね、いいも悪いも、このね、サウザキチャンネルの総チェック、見てくれてる人は分かってると思うんですけど、青柳ね、これずっと言い続けてる。いいも悪いも、ツーシーム進化系勝負なんだよ。それを対応されたら打たれるし、対応されなかったらそっからね、それを軸にして、スライダー曲げたりとか、カーブで抑えたりとか、アウトコース投げ、対角線投げたりっていうね、幅を利かせてやるんですけど、困ったらもうツーシーム進化なんだよ。だからそれをね、もうアメリカ打線は、もう物の見事に全く苦にせず対応してきたっていうところでね、まあなかなか苦しいね、投球になりましたね。だからまあ前々から言ってますけどね、サイドスロー、アンダースローだからってね、国際大会通用するっていうわけじゃなくて、そこのね、見極めをしっかりしとかなきゃいけないですけどね、ちょっとね、後輩、ね、帝京大学の後輩、青柳くんね、ちょっと苦しいね、展開になって、いやー、これちょっと負けたかなと思ったら5回裏、ね、鈴木誠也、ね、肩からホームラン、ね、今季。このオリンピック初ヒット。ガッツ。こういうね、打たなかった選手が、打つと、一気にテンション上がって活性化するんだよね。だから、2006年の WBC ね、福留が、準決勝の韓国戦にね、0対0、代打で行って、ライトでホームラン打って、一気にチームが盛り上がってね、そこから大量得点っていうね、ところで一気にね、韓国を下したっていうね、試合ありましたけど、おーっと、この鈴木誠也のホームラン、しかもね、超長打。ね、本人も苦しかったと思うけども、このホームラン、ガッツ、こっからね、勢いになってね、この準決決勝、鈴木誠也にね、期待応えれるんじゃないのかなと。で、その後、浅村ライト、ツーベースね。で、柳田、ショートゴロ、ね。まあ、センター寄りでしたけどね。まあ、ここでしっかりね、ランナーを三塁に送れたっていうところも良かったし、で、ここの菊池のね、タイムリー内安打っていうところでね、しっかり1点取れて、まあ、これね、1点差に追い詰められたのは、非常に良かったなと。こういったね、ワンアウト三塁になって、内野ね、後ろ守ってたから、菊池はね、もう何としてもこれ打つぞというようなバッティングでしたね。あれ、たまたま飛んだところが良くてね、内安打になりましたけど、最低でも1点っていうね、ゴロ打つ姿勢、非常に良かったと思います。で、まあ、そっからね、リリーフ陣。だから、アメリカは、この、ゴーズ、ね、で、ロバートソン、非常に良かったかな。ゴーズ、良かったね、左の、まっすぐ林ね。で、ロバートソンも非常にね、良かったかなっていうね。で、ここ、まあ、お互いね、失点、点をね、取れなかったっていうところもありますけど、日本はね、千賀、2イニングなりが負けしたけど、怪我してから復帰、ロッテ戦、強化試合、いろいろ見ましたけど、今日一番良かったね。もう、やっと、下半身と上半身のバランスと連動が非常に逸れてて、肩の開き、腕の振り、コンパクトさ、力強さ、軌道、すべて良かったですね。
いい形で投げれてたんで、これはいけるぞとね、いい形で最後の最後ね。だこういうのはね、もうちょっとメキシコ戦とかにね、しとけばよかったかなと思いますけど、今日のね、このアメリカ戦。だからまあ何回も言いますけどね、負けてもね、いい状況だったんで、あそこで戦後を使うのはね、非常に良かったんじゃないかなと。しかもね、2イニングをね、0で、ものの見事なピッチング。グワッツ戦が、ナイスピッチングね。持ち前のピッチングできたんですかね。で、その後山崎ね。で、大野もね、いい形で、ちょっとね、先頭デッドボール出しましたけど、その後オースよね、ゲッツーっていう形でね、こっちもね、2本も0点に抑えて、そして、9回裏、ね、吉田、セカンドゴロ、マクガフ出てきてね。で、鈴木誠也、フォアボール。今日のキーポイント。フォアボール。ね。で、その後、浅村がスライダー、ライト前、ぐわーっと、あれよかったね、K だね。だからこの、今年のね、序盤ホームラン少ないけども、打率が高いっていうところが生きてる、あの K だね。で、しっかりね、三塁まで行って、その後、柳田のね、セカンドゴロで行ってあげて、同点。タイブレイク。ね。でね、10回表は、栗林、きっちりね、先頭、三振に抑えて、見事にね、0点で抑えて完璧なピッチング。そしてその後にね、栗原がね、グッと。あのバントよかったね。あの難しい、インコース難しいところだけど完璧に決めてね。はい。グッと。フェンチョク、さよならヒット。見事です。というところで、7対6でね、勝ちましたけども、今日こっからです。佐々木チェックは。今日の気になるポイント、一つ。まず一つはですね、2回裏。浅村。7球粘ってフォアボール。そして、柳田、センター前ヒット。ノーアウト1塁でね、菊池が、まあバンドの構えもしたりするんですけども、結局ね、663のダブルプレイ。パンとしとこ。その後村上じゃん。そうでないと、その後の村上置いてる意味がなくなるし、早めのね、先制、やっぱ欲しいっていうところで、下位からね、チャンスを作って上位の山田っていうところを考えると、バントでよかったんちゃうかと。強行策じゃなくて、勝ったからいいけどね、俺はそこはバントでよかったんじゃないのかなと。思います。その後ですね、もう、アメリカね、もう一回、今度、決勝でね、戦う可能性があるんですけど、まあね、そんな、びっくりするような感じでね、ちょっと投手力落ちるね、全体的に。リリーフの二人はね、非常に良かったですけど、でも、クイック、誰もしない。もう、塁出たら、ほぼ全員走れるよ。侍のメンバーだったら、多分あのクイックだったら、全員走れる。しかも、キャッチャー慌てて、暴投でしょ。いや、ほんと、もう、あのクイック見てたら、あれで、アメリカは許されることが不思議だよね。正直。ランナー、もう走ってくださいって言ってるようなもんじゃんね。もう 1.6 とか7ぐらいかかってんじゃない。なのに、あんなに牽制ひしこいてしてんのよ。意味ないって、牽制したってよ。あんな、牽制するんだったらマクガフぐらいクイックしないと。だから日本に来てるね、マクガフとか、ディクソンとか、そういった選手たち、あと、マルティネスね、今日投げませんでしたけど、っていうところはね、しっかりクイックすると思うの。でも、もうアメリカにいる人たち、全くクイックしない。もうこれね、ただだよ、走るの。だからもう今回、もし今度ね、決勝で走ったら、もう初回からどんどん走っていこう。正直ね、ランナー一塁、バンといらない。ただ同然で走れる。それぐらい。逆に本当、ポテンシャルだけでやっている可能性あるよね。アメリカの人たちは。あれが許されるんであればね。だからでも、ここが弱点だから、走っていこう。もう、全員走れる。で、もう一つ、シフト。終盤、近藤でもシフトしてたじゃん。いやもう、情報持ってないのかなっていうね。全員左はシフトなのみたいな。だから今度もし当たるときは、ああいう引いたら、もう反対方向打っていこうとかね。チームオーダー出してもいいかもわかんないね。あとね、セーフティーしてもいいと思う。村上とか。先頭とかだったら、無理にね、引っ張りに行って、まあホームラン打てればいいけど、打てないんだったら、もうセーフティーして、で、そんなランナー一塁残ればいいじゃん。だからね、もう、誰でもかんでもシフトだからね。しかも、理にかなってないシフト。菊池のね、悩んだ時も、三遊間より、寄ってたし、吉田のね、ヒットも、160キロぐらい投げる左で、そんな1、2の3で、吉田正尚が、追い込まれてまで引っ張りに行かないよっていうね、コンパクトに打っていくからあんだけ打率高いのに。だから情報入ってないね。何気に。で、何でもかんでもシフトする。だからあんまり考えてない。だから今度はね、決勝になったらそれを逆手に取ってやっていくっていうところは、一つのポイントじゃないのかなと思います。あとね、最終回の、もうこれね、残念。もうほんと。最終回ね、まあわかるよ。内野5人にしてね。いや、いい作戦的なもうありだと思う。ね。あれ敬遠して山田哲人はね、ちょっと怖いよね。だからね、で、ファーストを前に来て、セーフティースクイズやらせないぞっていうね、もうわかるわかる。だからいい形の守備体系出てるけど、ピッチャーのね、ジャクソン、初球、ど真ん中にスライダー。おい、もっと考えるよっていうね。内野5人にして、全身守備してんのに、初球から高め？万が一フォアボールでもいいわけでしょ。低めに投げようって思わないの。
ああいうとこ見てると本当にポテンシャルだけで野球やってんだなっていうね。もうあれ日本の野球だったらもう次の日新聞でもう大叩きされちゃう。あと解説でボロクソ言われちゃうよ。まあ今俺が言ってるけどね。あんならもっと低めに考えない。何も考えないで真ん中投げてんだもん。それいかれるよ。でもね、そのボロ、回、引っ張って。ね。それとね、もう一つ思ったのがね、フォークは対応し、できないね。あれ、アメリカ打線。かなりフォークは有効。なんか千賀もそうだし、栗林もそうだし、あと山崎康晃の落ちる球もそうだけども、ちょっとマー君ちょっとスプリット系少なかったよね。ちょっとあのスライダーとかずーし横の動きが多かったかなって思うけども、あれね、フォークボール通用するよ。よくよく考えたらメジャー行って活躍してる選手も縦の変化めっちゃ持ってる人多いもんね。まあもちろん全員が全員じゃないけど、縦の変化持ってると、通用しやすいもんね。今日の試合見ててもやっぱ縦の変化は誰も対応しきってないし、あれはね通用する。だから縦の変化バンバン投げていった方がいいね。あの見えてないもんね。最後に栗林なんて初球ど真ん中の方振らないで、ストレートもほぼ逆球のインコースより甘め振らないで、最後ボックスワンパン振ったもんね。そう考えるとちょっとね縦の変化はかなり有効的にこのアメリカ打線には使えるんじゃないのかと。まあもう一回当たるかもわかんないんでね、そこら辺はしっかり情報収集しなきゃいけないなと。で続いてね、次もう韓国戦。今日ね、お昼韓国対イスラエルやってましたけども、ほぼ左。今日は9人中7人左だったかな。だからね、俺はもう次8月4日夜ね。あともうだから、まあ、あと3試合、最大ね、か2試合。4、5、7か4、7。4日と7日か、負けたら4日、5日なのか。って考えた時に、俺も左多いから、で、今日の韓国対イスラエルだ。外ばっかり投げてたの。俺思うに、王の4日、先発いいと思うの。王の先発で、伊藤をリリーフに添えて、で、後ろに繋いでいくっていう。で、決勝山本。ね、アメリカの今日投手陣見たけど、先発そんな大したことないよ。で、まあ、マルチネスかね、どこ投げるか。でも、日本投げてるんじゃん。だからね、そんな言うほどね、だから、ピッチ、先発が、相手打線さ、対抑えたら、午前前後は取れる。に、今の日本打線だったら。そう考えると、俺は決勝に山本をも置いといた方がいいと思う。だから、次を、左が多いからね。左が少なかったらあれだけど、左が多いから、で、大野。で、大野はね、左のインコースにもしっかり投げれるから、大野、伊藤で、で、決勝山本どうかなと。で、万が一よ。大野負けたら、こう山本で、そっちで、アメリカに行って、で、そんで決勝森下。で、スクランブル。っていうのが、どうなのかなっていうね、ところもあります。万が一、この山本で、韓国戦負けると、で、今度この、次のアメリカ戦に、まあ、多分アメリカ来ると思うのね。で、アメリカ戦に、まあ、大野とか、千賀、行くしかないよね。で、決勝森下、日程的にもってなるんで、俺は韓国戦、まあ、まだ最悪負けてもいいんでね。でも俺は、今日のピッチング見てても、大野いけると思うんだよね。だから、韓国戦大野、決勝アメリカで山本、これで金メダルロードじゃないのかなと。まあ、どういうね、稲葉監督がローテーション組むか分かんないですけども、佐々木的にはそういうのはね、どうなのかなと、個人的に思いました。あとはね、やっぱり北京の時とね、全然違う。そのね、一つがね、多分昨日太田スタジアムでね、練習してたと思うんだけど、練習できる環境はっていうね、あの、やっぱ北京の時、まあ、メインとサブの球場2個しかなくて、で、2個試合で使ってたから、本当に練習するとこ全くなくて、してもバッティング、で、他のチームもするから、1時間だけ練習とかね、で、3分を4人で打つとか、そういうのだって全く練習する時間なかったけども、今回ね、太田スタジアム練習できたりとか、他のね、球場で練習できたりしてるんで、やっぱりね、この日本開催、で野球場がいっぱいあるって考えると、試合までのね、この練習とかもしっかりできるっていうところでね、しっかり調整して臨めるんで、かなりね、やっぱ日本は有利なんじゃないのかなと。あと一つ思いましたけど、北京の時ね、両耳絶対だったけど、今片耳でいいんだね。俺何気にあの両耳がすごいやりにくかったなっていう思い出があります。っていうね、まあしょうもない話は最後のしましたけども、結果ね、さよなら勝ちで勝ったんで、今度は8月4日です。ね、韓国戦、どうなるのかね。まあこのまま行けば金メダル取れるでしょう。ね、頑張れ！日本！